やあみんな、私はかよわき生命を守護する組織ギャラクシーレスキューフォースに所属しているウルトラマンリブットだ。同じくソラです。今日は我々ギャラクシーレスキューフォースの日常や秘密を少しだけ覗いていってもらおうと思う。ゆっくり楽しんでいってくださいね。うん。というわけで、ギャラクシーレスキューフォースには宇宙中から優れた人材が集められているんです。なるほど。そして今度は俺の優秀さに目をつけたと。まあ調子に乗るな。メロスに情けをかけてもらっただけなんだからな。まあいいじゃねえか。ああ、これからはうまい飯にあったかい寝床がある生活なんだ。最高だぜ。もちろんその生活はギャラクシーレスキューフォースの隊員として立派に責務を果たさなければ保証しない。わーったわーった、固いなお前。なんだと。まあリブット、抑えて抑えて。お、新入りかい。ケニスさん。ええ、こちらババルー星人のレイオニクスで RB さん、今日から入隊なの。レイオニクスとは珍しい。俺はケニス、特殊工作班だ。おう、よろしく。とにかくこれからしばらく RB には訓練に励んでもらう。衰えたレイオニクス能力を鍛え直してだな。そんなこともしなきゃなんねえのかよ。当たり前だ。まあ初日から飛ばしちゃ持たねえよ。どうだい、歓迎会の意味も込めて今日のところはパーッと。お、話がわかるなあんた。ケニス、勝手に話を進められては困ります。いや真面目な話さ。俺こいつが欲しいのよ。どういうことです？レイオニクスってのも魅力だが、ババルー星人の真骨頂は何と言っても変身能力だろ。よく知ってるな。なんたってかつての同族はかのウルトラ兄弟すらも騙し通したって話だからな。あ、光の国の記録を読みました。ウルトラマンレオの弟のアストラニバケタって。そうなのか。なんならご披露しようか。ほれ、私に。すごいわ、幼なじみの私でも見分けがつかない。うん、なんかショックだな。どういうな。すげえだろ。何にでも化けれるってことは潜入捜査やおとり任務なんかにはうってつけなんだよ。しかももしもの時は怪獣を召喚して戦力になれるっておまけ付きだ。ぜひともうちに欲しい。いやー、やっぱ見抜く人は見抜くんだよな。ささ、ご同輩、今後の話もしたいし、パーッと行きましょう。パーッと。お、じゃあリブット、こいつ借りてくわ。なんか気が合うみたいね、あの二人。これが私が憧れたギャラクシーレスキューフォースの実態だというのか。何も泣かなくても。今週のナースデッセイ開発秘話、特務参加奮闘記は、ようやく新型戦闘艇の雛形が完成。驚きの変形機構が明らかになるんだって。これはワクワクするな。第17話、新型の全貌、つぶらやイマジネーションで配信だぜ。見逃さないでくれよな。僕も絶対見るよマルール。おう、楽しみにしてるよなペガ。うん。辰巳隊長がガッツセレクトアジアの総司令官に任命された。これはサプライズでお祝いしなくっちゃ。って、こんな時にゴルバー出現。果たしてお祝い作戦を無事実行することができるのか。次回ウルトラマントリガースマイル作戦第1号、スマイルスマイル。チャンネル登録よろしくな。お、いい調子だね兄弟。そうか、俺の時代が来たのかもな。
もう好きにしてくれ。